聖戦士ダンバインに登場する人型機動兵器オーラバトラー。この動画ではオーラバトラーに関する詳細な情報を紹介したい。他のオーラバトラーの機体解説動画と合わせて見ていただくことで、よりオーラバトラーのことを詳しく知れるように作らせていただいていますので、よろしくお願いします。オーラバトラーの誕生。物語の舞台となるバイストンウェルへと機械の概念を持ち込んだのは地上人のショットウェポンである。おそらく地上人をバイストンウェルへと召喚したドレイクルフトは、いわゆる聖戦士の発言を求めていたが、最初の地上人がロボット工学者のショットであったことが大きな転機となる。しかしロボット工学の新鋭がこんなところでこんなことをやっているとはね。口の聞き方は気をつけた方がいい。私はこの地では高貴な立場だ。バイストンウェルへと召喚されたショットは、バイストンウェルに満ちるオーラと呼ばれる生体エネルギーに着目する。そしてオーラを動力源とするマシンの開発へと着手した。こうして誕生したオーラマシンのその圧倒的な能力は既存の兵器体系を覆してしまうほどであった。このようなオーラマシンの誕生はバイストンウェルに大きな戦乱の世を招いていくこととなる。オーラバトラーの素材。鉱物加工技術と化学素材に乏しいバイストンウェルにおいて、ショットはこの地に生息する恐竜の生体ユニットがマシンに転用可能なことに気づく。外部装甲に恐竜の外殻を使い、機体制御に生体脳を、機体稼働には筋肉素材のオーラマルスとオーラセーバーリキッドを用いた。こうして誕生したオーラマシンが一人乗り用の歩行機械ピグシーである。次にショットは飛行可能なオーラマシンの開発へと着手。大気中のオーラを推進力へと変換するオーラコンバーターを搭載した初の軍事用オーラマシンのドロを完成させる。ショットウェポン様がこの国で初めて開発してくださった機械だ。この世界を支えるオーラの力を吸い込んで空を飛ぶ。これらの技術を応用し、ショットは自分の専門分野であるロボット工学の知識を生かしたマシンの開発へと取り掛かった。それこそが人型のシルエットを持つ飛行可能な機動兵器オーラバトラーである。なおオーラバトラーの素材として用いられた恐竜の中でも著名なものは、装甲として用いられているガッターやキャノピーやオーラマルスなどの素材となったキマイラグなどが挙げられる。おそらくショットはこうした恐竜の種類や特性を調べ上げ、使える部位ごとのデータベースを作り上げたのだろうと想像がつく。これらは天然由来のものであるため、調達コストがほとんどかからないという利点はあるものの、個体数に依存しているというデメリットもあった。そのため、乱獲によって恐竜の個体数が激減すると、今後、満足にオーラバトラーを製造できなくなるという事態も考えられる。オーラバトラーの動力源、オーラ力。オーラバトラーの動力源はオーラ力と呼ばれる生体エネルギーである。バイストンウェルはこのオーラ力によって支配されている世界で、機械ですらオーラ力による稼働が可能となっていた。つまりオーラバトラーは搭乗者さえいれば無尽蔵にエネルギー供給が可能ということである。その一方で、オーラバトラーは当初、バイストンウェルで暮らす顧問が持つオーラ力では対応できず、搭乗者の調子によって機体性能すら変化してしまうという面もあるため、極めて不安定なマシンであった。そのため、強大なオーラ力を有した地上人の召喚を積極的に繰り返すことにつながった。そして、その強大なオーラ力の極度の肥大化によって発生が確認できた現象が、ハイパー化である。ハイパー化によって肥大化したオーラバトラーは、その力は強大なものとなるものの、機体だけでなく、搭乗者の肉体や精神すらも自壊する可能性のある危険な状態とも言えた。ちなみに後にショットウェポンは、顧問でもオーラバトラーを安定して扱うためのオーラ増幅機の開発に成功している。オーラ増幅機の基礎回路が倍のビットになって、それに伴ってマルスの強化が行われています。
オーラバトラーの仕組み。オーラバトラーの内部駆動系は、オーラマルスと呼ばれる強獣の生体筋肉を利用、加工したものと機械的増幅装置を組み合わせ用いている。この世界の生物の仕掛けと地上の技術を結びつけたのがショットウェポン様だ。なんだ？マルスだ。オーラバトラーのワイヤーになる。そのため力量伝達に複雑な装置を用いることなく、効率よく円滑に稼働させることを可能とした。また機体の制御を行うコンピューターやセンサーに相当する部分は、人間に近い小型生物の脳や三半規管をうまく代用しているとのこと。オーラバトラーは背部に設置されたオーラコンバーターと昆虫のような二対の羽によって飛翔する。さらにはオーラコンバーターにはオーラの力を増幅し、全身を動かすための力とする機械も内蔵している。オーラコンバーターには推進力を生み出すオーラジェットエンジンが内蔵されており、現実の航空機と同様に航続距離には限りがあるとされている。これらは腹部両側と股間部の中にあるオーラインテークを通して大気中のオーラを取り込み、搭乗者のオーラ力を触媒として動力に変えていくという仕組み。コンバーターの内側にある薄い昆虫のような羽はキマイラグの羽を用いたものである。本来キマイラグの巨大な羽は羽ばたきによって飛翔するものなので、外観の印象とは違い、強度、柔軟性ともに高い。オーラバトラーでは主に飛行時の姿勢制御に用いられている。オーラバトラーの大きさ。バイストンウェルデの長さの単位はメットという単位で表現され、その基準は地上のメートル法とほぼ同等である。オーラバトラーのサイズは開発当初は全高7メット前後のものが多かった。人型機動兵器としては小ぶりな部類だと考えられるが、その理由には前述で紹介した動力源のオーラ力が関係する。オーラバトラーは搭乗者そのものが動力源となっているため、動力源用の機材や燃料積載用のスペースを機体に確保する必要がない。そのためオーラ力という存在はオーラバトラーの動力源となっているだけでなく、オーラバトラーをコンパクトで無駄のない設計とする要因にもなっている。ただし火力や性能強化がなされるにつれて、全高が8メット前後へと拡大していくこととなっていく。いずれにせよオーラバトラーのサイズは10メット以下が基準と言えるだろう。オーラバトラーの操縦。オーラバトラーのコクピットは機体胸部に位置する。前面キャノピーはマジックミラーとなっているため有視界戦闘が可能だが、コクピット内にもモニター類を備える。へえ、マジックミラーかよ。内側から見ると透けてるぜ。外からはほとんど見えない。キマイラグの殻を磨いて使っている。ショットってやつすごいことやるな。基本的にはパイロットのオーラ力が機体制御に働くため、そこまで複雑な装置はなく、基本は左右スティックと足元のフットペダルで操縦が可能。ヘッドレスに設置された球状のジェネレーターがパイロットのオーラ力を感知する仕組みである。ちなみにオーラバトラーの操縦の詳しい解説は別動画のオーラバトラー完全操縦マニュアルをご覧ください。オーラバトラーの武装。バイストンウェル初のオーラバトラーとなったゲドは専用の剣を有している。この剣は初期では鍛冶職人10人がかりで3日間の作業をもって鍛え上げられたものであるが、後期には半オートメーション化され、職人2人で半日の作業で完成することができたという。火器の類はなく、戦場ではフレイボムを装備したオーラボムの泥や騎馬隊との共同戦線を余儀なくされた。しかし人型が敵に与える威圧感と機動性、さらには巨大な剣による攻撃は多大な戦果を上げ、オーラバトラーは戦場における地位を確立することとなっていく。これ以降に開発された機体には様々な改良が施され、泥のフレイボムを転用し、ミサイルなどの内装固定火器やオーラショットなどの外装火器なども搭載された。
内装固定火器は剣撃を行いながらも同時使用できるため、胴体やオーラコンバーターなどの腕の動きを妨げない箇所へと設置されている。オーラバトラーの進化。人型機動兵器のオーラバトラーが誕生して、ドラムロのような重装甲型とダンバインやビランビーのような高機動型へと派生して進化していくこととなる。しかしオーラバトラーの最終形態ともいえるズワースを最後に、ショットはガラバやブブリーなどの高機動戦闘機型のオーラファイターやオーラボンバーの開発へと移行することとなる。こうしてオーラバトラーは短期間で超速の進歩を果たし、その結果非人型機動兵器の次世代機が生まれた。そう考えるとオーラバトラーは極めて短命に終わったマシンという考え方もできるだろう。このビルバインでもオーラボンバーの速さにはついていけないのか。以上が聖戦士ダンバインに登場する人型機動兵器オーラバトラーの詳細である。当チャンネルでは様々なアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、比較動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。